ないよ。もうこのものだ。この寺を足場にして南を攻めるつもりだろう。どの森も満足そうな顔をしておるが、本心なのか。あやつが前進。まず大鷹様はわしに夢を見せた。侍の襲来によって苦しめられるために、腹をすかせ血を吐いながら救いを求めるために。夢だと？大鷹の毒を飲んだのだろうか。しかし新たな道もお示しくださった。大鷹族に仕えれば抱えきれぬほどの福を得られるのだと。今宵ご一族が恐怖を安らぎに変えてくださる。さあ膳を備えよ。大鷹族は今宵来る。その前に皆を救い出さねば。信者を装い寺に入り、捕虜の居所を突き止めよう。やあ、腹からよ。鉱山の番頭だ。前進様のお食事です。お運びいたしましょうか。置いておけ。今宵の支度をしていらっしゃる。やあ、腹からよ。当山の番頭だ。侍から身内を救ってもらって以来、前進様にお仕えしてる。あんた見ない顔だね。森は私が決めるんだけど。寺の番に手を貸すよう頼まれた。前進様の教えを学びたい。さらば私らの腹からだね。前進様の教えに従えば安らぎを得られるよ。そうであろう。なれども他の腹からはどうだ。教えを説くためよその者を誘ったとか。そうさ、苦しみから救ってやるんだ。その者らはどこだ。森が近づけ。離れてください。まだ苦しみの中にいます。よろでない。入ることはできんか。出ることも。この小屋怪しいな。
扉が開いたら逃げるよ。十分に探った。逃がすべき時を見定めよう。妹は全身様に殺されないだろうか。おい新参殿、こっちに寄ってけ。もしそう思うんだ全身様は今日腹からよ。しばな、寝静まった。動くなら今だ。助けに来たぞ。教えに従うか。私を試してんだろう。来た、大鷹族が来たよ。次の番は猛虎か。俺が番を倒しておこう。その後逃げよ。逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。いとか。ええ、知ってるんですか。いとも救う。二人で里に帰れ。では丘の下で待っとります。待たせてしまったな。よかった。兄さんはどうなりました。すでに助けた。逃げよ。お主を待っておるぞ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば。二度と会ってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。大鷹族が息に来るまでは。
あとは全身寺の中だろう。ネギを発進。許せない、これほど尽くしたのだ。うわ、殺さないでくれ。見誤るな、大鷹はここにはおらん。だが大鷹の毒は俺も食らった。一度は潰れかけたが、己に相対することで打ち勝ったのだ。何が見える？叫ぶわらべ、侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず、もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。大鷹の声か、弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った、何をしてかした。愚愚であった。信者に全て打ち明けよ。大鷹族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため勤めよう。その後寺を離れる、大鷹の声が消えるまでは。いつか安らげるとよいな。痛み入る。あんたみたいな男に脆い鎧は合わないよ。大事にしな。よく会って。
あの馬はどうした？ミオは借船の方として預けてあります。無事だといいけど。毒蛇は叔父上から追われておる身、船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところを。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを借船の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、毒蛇はあっしらのような男を嫌うんです。というと？だから豪の者。おかしいです。いや、とにかく毒蛇を怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。ケンジ様。生きのクロードだ。毒蛇に会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。多弁も控えろ。あしが多弁。金はどうした？お主が博多の津の毒蛇か。ケンジ、こいつは誰だ？友です。酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。ふん。死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ？ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです。足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。そうか、害を通すならばその首鎌倉に送ろうか。父子のような話しぶりではないか。ちょっとちょっと、お二方、足の借船ですが。譲り合わぬか。悪いようにはせんぞ。今払ってもよい。欲しくないか。猛虎から逃げるために、ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。ここは一つ手を取り合おうじゃないか。酒井様、実は大高族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああそうだ。猛虎に読み解かれでもしたら、鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああお安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。ここへ。
肝を冷やしましたよ。毒蛇の信用は得た。荷を取り返すぞ。俗に縛られた時どっか痛めたみたい。盗みはフグに任せて足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあクロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。とのことですが、胸に悪かったですよ。怒らせるなって言ったでしょ。情と力どちらを示すかは相手によって変わるものだ。毒蛇には武士の力を示さねばならなかった。でも暴れないでくれてよかった。毒蛇は怒るとおっかないんで。万兵の数が多いな。足がここに残ります。何かあれば合図を出します。鳥か、そうだ、猿の真似。
独者の改造を見つけた。これでよし。ありました。ああ、行くぞ。これが楽しみだ。間に合ったか。よくやった。全てあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は？乗せてやったが船はもう柱は家に小便をかけた男を殺したらしいぞ。少し違うな。そいつはひどく酔っ払って女の王